ロボウガラシは、アブラナカイダウチナズナ族の多年草である。欧州及び西アジア原産。世界中の温帯で、気化植物として見られる。ロボウや攪乱を受けた、地、草むらなどに群落を形成する。茎は分子して直立し、高さは約50センチメートル。茎の頂に4枚の約1センチメートルの丸く黄色い花びらをつけ、約5センチメートルの細長い実をつける。 葉は長く、浅い切れ込みが入る場合と入らない場合がある。葉を潰すと特有の方向がある。日本ではワイルドロケット、セルバチコ、アルグラといった名称で販売されている。世界中で若取りしたものをサラダ用に栽培されており、しばしばルッコラの一種として栽培して販売される。これらの葉は通常、他の要塞の若取りした葉とともにミックスされて、 ベビーリーフサラダに使われ、その独特の風味や食感で人気が高まった。イタリアに設置されているサルレノ大学の前身である、サルレノ医学校に11世紀頃に所属していた女医のトロトゥーラは、ロボーガラシをワインで調理したものを、赤痢に罹患した女性の治療に用いたとされる。ありがとうございます。